まあ、皆さんとおそらくポケモンとのお付き合いっていうのは、まあ、最大でも20年だと思うんですけれども、まあ、私とポケモンの付き合いはですね、そのポケモンの開発が始まった時ですから、26年前からの付き合いということになります。非常に長いです。で、まあ、1996年にですね、このポケモンの、ゲームソフト赤と緑が、発売された頃、私何したかと言いますと、ちょうどその年の秋に発売される、ポケモンカードゲームの開発を、の佳境だったんですね。なので、まあ、ゲームソフトが売れるということも、まあ、きっと売れるだろうと思ってたんですけど、まあ、ぜひこのカードゲームを作ってこちらも一緒に、楽しんでもらいたいなと思って一生懸命、まあ、カードゲームの開発をしていたというのが非常に、思い出されます。で、まあ、こうして20年経ってみて、まあ、ビデオゲームも、カードゲームも、まあ、世界中の人が本当に、楽しんでくれて、まあ、愛してくれているということについては本当に、嬉しいですし、誇りに思いますし、まあ、これからもぜひですね、10年先20年先も、まあ、ポケモンを楽しんでもらえるように、まあ、より面白い魅力ある、作品をどんどん生み出していきたいと思います。期待していてください。